中の湯インターチェンジは、長野県松本市安住中野湯にある、安房峠道路のインターチェンジである。平面交差で、国道158号に直接接続されている。このインターチェンジには、料金所がないが、平湯インターチェンジに設置されている、料金所で生産する。長野県側の安房峠道路のインターチェンジである。当初計画では、紹介写真の左側で、 トンネルから出てきた道路と効果にて、国道158号と接続する予定で、橋脚も完成しかかっていたが、取り付け道路工事中の1995年2月11日に、火山性ガスを含む水蒸気爆発が発生。作業員4人が犠牲となった。この事故によって、現場では土砂崩れと同時に雪崩も発生した。事故後、調査により、 活動収束には、しばらくの時間がかかると見込まれたことや、長野オリンピックに向けて、開通を急ぎたい事情もあり、当初のルートを一部変更し、北側に迂回路とトンネルを建設し、20メートル長くして、現在の位置となった。またこれに伴い、紹介写真にも映っているが、インター直後のトンネル内に急カーブが存在している。なお、建設中だった立橋は、 現状を破棄され、当初のトンネル出口も封鎖された。また、中野湯温泉旅館はこの事故の影響を受けて、安房陶芸の途中にある現在地へ移転した。ありがとうございます。